こんにちは、リコピンです。今日も京都で、ね、昼から飲んでいこうと思うんだけど、暑すぎるから麻婆豆腐を食べて一旦元気出そうということで、激辛麻婆豆腐を作っていこう。いつもの通り材料はもう切ってあるから、ネギ1本の半分と、私はいつも木綿と絹ごしをミックスする派だから、木綿を1丁と絹ごしを半分切ってあります。ごま油入れの花椒を入れるんだけど、ホールダモンで袋に入れて潰してあります。これを入れて、唐辛子好きな量多め、これだけで一旦炒めます。香りが出ましたら赤味噌、こんなもん、甜麺醤、もうはい、こんなもん、豆板醤多め、またこれだけでちょっと炒める。ネギも入れます。豚ひき肉、ドーン、ちょっと豚ひき肉多かった、まあいいや。ニンニク入れるの忘れてたから今入れちゃう。いいよ。ひき肉が炒まったら鶏ガラをお水、ちょっと味見した結果さ、辛さが足りないから粉唐辛子も入れちゃう。もっと入れちゃえ。たら豆腐を入れちゃって、ちょっと煮込んで水と片栗粉でとろみをつけて、ネギを散らしたら完成でございます。食べよう。ちょっといいっすか。いいよ。ダメっつったら飲むでしょ。ダメっつったら飲まないよ。そう、乾杯。よく入れてるわ。麻婆豆腐にさ、最後ラー油かけようと思って忘れてたからさ、かけます。あとお好みで花椒パウダーかけてお召し上がりください。はい、辛そう。いただきます。いただきます。うまっ。全然さ、うん、最もかかなくていいね、うん、でも後から結構くる、うん、いつもさ、うん、夜お米食べないもんでさ、うん、麻婆豆腐出すとさ、夜に、うんうん、お米食べたいって言うじゃん。なる、うん、なので今日麻婆豆腐にしたお昼で。いいですね、麻婆豆腐好き。うめえ。ちなみにこの赤星さ、これ可愛くない？この缶が欲しすぎてさ、欲しいものリストにさ入れてたらさ、うんうん、誰かが送ってくれたの、うんうん、だけど名前がなかったから誰かわかんない、うんうん、8本ぐらい入っててさ、この缶がついてるのお得じゃない？ね、かわいいね。ありがとうございます。ありがとうございます。あとはゆっくり食べて、ここから編集作業をします。はい、酒とつまみと私。はい、そういうわけで夜になりましたので、さっくりご飯を作っていこうと思います。とりあえずあの後からずっとレモンサワーを飲んでおります。まず1品目はマグロとトマトのサラダ。美味しそうなマグロちゃんが売ってたから、これを適当に切っていきます。半分にしてぶつ切りにしましょうかね。そしたらトマトもね、2個分くし切りみたいな感じにしていきます。こんな感じでトマトの上にマグロ乗っけたら、みょうがが1本しかなかったもんで2本ぐらい乗っけたかったんだけど、この1本を小口切りにします。そしたら最近ハマってるこのピエトロのね、イタリアンドレッシングをかけたらサラダ完成です。これは冷やしておきましょう。そしたらもう次も超簡単、きゅうりとちくわとチーズのナムルみたいな。そしたらちくわもきゅうりと同じように半分にして、こんな感じで切ってっちゃう。ベビーチーズ、これはね好きな量切って入れてくれ。あとにも使うからちょっと多めに切っとこうかな。全部切れたらここにごま、鶏ガラちょっと多めに入れて、ごま油混ぜる。ボウルがちっちゃい、またやってる。うん、うまい。これでね、冷たいものが作り終わったから、次は焼き物なんだけど、はんぺーん、おつとめ価格、これ2枚と片栗粉をちょっとだけ入れます。
そして潰す。これがめっちゃ気持ちいいんだな。ほんで潰せたら枝豆をちょっと剥いてあるもんで、これを入れます。でさっき余分に切っといたチーズも入れちゃう。でいい感じに均一に混じったら丸めていこう。丸めるというかちょっとハンバーグみたいな感じ、こんな感じ。これをあとはごま油で焼く。次の戻しと品が問題で、この前さ沼津行った時にさ、しその豚手巻いて焼いてあるやつさ、すんごい美味しくて家でも食べたいなと思って、まああれなら簡単にねお家でもできるじゃんと思ってしそを買いに行ったんだけど、なくてお家にあったこのしのびたしそがちょっと数枚しかないから、一旦これを使ってちょっと頑張ってやってみて、足りない分は梅干し塗って巻くだけでいいかなみたいな。中心に巻けばいいかな。ここで巻くといいじゃない。でもこれ半分でよくない？よくね。これを何本か作って焼きます。酒とつまみと私というわけで焼いていこう。豚しそ巻きの方は結構ね油身っぽいところ買っちゃったから油が出ると思うから油は引きません。なるべく火が通りやすいように串に刺した後ベッて潰してあります。で、はんぺんはごま油ちょん、はい、よいしょ。はんぺんはひっくり返したら軽く蓋して焼きますか。串に塩コショウ、今日は粗挽き。オッケー。これぐらい火が通ったら完成です。あと串を盛り付けて業務スーパーの梅肉を乗せて食べましょう。完成。いただきまっちょ。はい、いただきます。愛で剣です。愛で剣じゃないです、いつものやつです。割れました。嘘つくじゃん。乾杯。あ、冷たい。さて、君はどれから食べるんだい？多分、うん、1位。あ、もう1位、うん。豚しそ巻き、これ、うん、が1位だと思うよ。うんうんうん。これチーズですか、このきゅうりと。そう。あー、で、枝豆で、はんぺん、これもチーズが入ってる、うん、入ってる。うわ、やられた。で、ここがマグロとみょうがとトマト。で、これうちら好きなピエトロ、うん、はいはいはい。だけど、うん、懸念点は懸念点料理に懸念点懸念点があるのよ、はい、懸念点はこいつが、うんうん、ちょっと見ての通り、うん、豚何油が多い豚バラを買っちゃったの。確かにそこが懸念点。はは。ちょっとじゃあこれからいってみようよ。うん、ポンポーイ。あ、ちょっとこれやっていい？うん。うまいわ。うま。確かに油は多いんだけど、うん、ちっちゃいのと焼き加減がカリカリなのと、うん、しそと梅でもうジュースになる。ジュースになる、うん、うまいね。おいしいね、うん、やっぱ炭じゃないでさ風味が違うけどさ、うんうん、ちょっと試してみようと思って。うん、枝豆チーズにするかな。これもおいしい ね、 ね。お弁当にさ入れてもいいね、ちっちゃく作って、うんうん、これはお弁当だったごちそうですね、うん、これチーズはどっから来た？どこのどなた？カナタのチーズ、これベビーチーズだよ。ベビーチーズ、これと同じ。カマンベールチーズみたい。はんぺんがトロトロしてるからさ。うん、なるほど。これうまいね。おいしいよね。うん、うん、うん、うまっ。みょうがが橋渡し的な感じだわ。もうちょっと塩味あってもいいかもね。うん、うん、マグロちゃんにね。トマトが結構フルーティーだから塩かけてもいいかも。あ、塩かけたらうまいかも。思ったほど効果的ではなかったけど、塩が元からうまい、うん、うん、でも塩かけた方がうまい、うんうん、これはさ、うん、残ってもさ、うん、その後つまみでずっとつまんでられるやつ、うんうんうん、チーズがいい仕事してる。順位変わった？多少変わったかな、うん、難しくなっちゃった。でも1位と2位はもう豚と
半分でしょ。まあそうだね、そうですね、うん、キュウリが3位で、うん、マグロが4位でしょ。そうだねなんでわかったの。だいたい君のことはわかるよ。そうか、うん、居酒屋気分でと思ってさ、大きいグラスじゃなくてさ、うん、普通のグラスにしたらさ、うん、すぐなくなっちゃう、ね、結局1位と2位はどっちなの。豚とはんぺん、どっちだと思う。豚。わー惜しい。え、はんぺん、うん、惜しい。無駄にも2択しかないんだからさ僅差。うん、しそと豚と梅ってさ、うん、あなたの好きな三重詞を超えてはんぺんが1位になるのすごいね。福屋から1位になりやすいのよ。うんうん、多少これがもっと焼き加減間違えちゃったりしてても、うん、それでも上位に入ってきちゃうの、うんうん、これは完璧なんだけど、うん、それに匹敵する枝豆チーズはんぺんの健闘を称えて僕は1位にしました。なるほどね、うん、称えてくれたわけね。そう、これ本当うまい。何もつけなくても味するじゃん、うん、味付けはしてる。うん、うん、1位。チーズも味あるしさ、うん、あと冷凍の枝豆はさ、塩味がついてるじゃん、うん、だけにさ、うん、で割合これでお腹いっぱいになるんじゃないかなと思ってるけどさ、あなたお昼の残りのさ、見せんじゃねえよ、触れてなかったんだからよ。ダイエットはそれこそ最近、うちはさ、夜ご飯食べないからとかって言っちゃってたからさ、出したらブレんじゃん。なのにさ、だから残りの麻婆豆腐はさ、明日の朝食べようねって言ってたのに、なんか急いそと2人分、いや2人分ないじゃん、明日の朝。喧嘩したくなかった俺は。ちょっと麻婆豆腐ちょっとずつと、朝から喧嘩したくないなと思ってた喧嘩しねえよそんなことで、小学生じゃあるまいし。これが麻婆豆腐も入れた五大競争エントリーしてたら優勝は麻婆豆腐だろうね。はい、うまかったですわ。ありがとうございました。はい、またゆっくり食べますか。うん、よかったら皆さんぜひ作ってみてください。はい、またいろんな告知をしますので X、インスタ、TikTok 登録お願いいたします。この動画にいいねとコメントもお願いいたします。はいねけんだからはいねけんじゃない、うん。